ウクライナ系アメリカ人のデビュータントボールデビュータントとは、直訳すると、初心者、初舞台の人、年若い、若々しい、などの意味であり、キリスト教文化圏の中でも西欧諸国や、アメリカカナダオーストラリアニュージーランドなどの、白人主流派の先進国である、アングロサクソン諸国において、上流階級や、貴族の20歳前後の女性で、初めて正式に社交界にデビューするものを指す。 欧米ではデビュータントの初舞台となる舞踏会のことを総称してデビュータントボールといい日本の観光総裁の俯である成人式と類似する式典ではあるが市役所などが主催する日本の成人式とは異なりチャリティーイベントとして行われることが多いまた伝統的に参加資格は厳しく家柄や学歴だけでなく国籍や人種などの条件により制限を受ける 性格が強い。オペラボールにて、純白のイブニングドレスと白のオペラグローブを着用するデビュータントこれは、その女子が一人前の大人のレディと認められ、恋愛結婚の対象になったことを意味する。元来、デビュータントボールに参加できる条件は、両家、名家の子女であることとされており、一般庶民にはほとんど縁のないイベントであった。今日は、 フランスのパリにあるホテルドクリオンで開かれるイベントでは、貴族霊場たちだけでなく資産家霊場や、世界的に有名なアーティストミュージシャンの子女も参加できるようになった。ただし条件は、非常に厳しく、長身細身で、容姿端麗、語学に堪能など、社交界デビューにふさわしいものが求められる。また、今なお、お見合いの要素を持っており、 ダンスの裏で演壇をまとめる機会とされることも多い。欧米のデビュータントボールのドレスコードはオーストリアのウィーン国立歌劇場で行われるビーナーオーパンバルのスタイルに準拠し、デビュータントは純白のイブニングドレスとそれに合わせた白のオペラグローブの着用が必須とされる。何世紀にもわたってデビュータントのスタイルとファッションは変化してきた。しかし、初期のイギリスから 現代のアメリカのデビュータントまでずっと変わらないアイテムは白革製の肘状までのデビュータント手袋の着用であった。そのため手袋のないデビュータントはデビュータントではないと言われるほど白の長手袋はデビュータントにとって重要なアイテムとなっている。また手には花飾りを持ち正式な会場ではディアデムと呼ばれる小さい冠を被る。母親は ダークな色合いの正式なイブニングドレスで、娘より目立たないようにする。日本では、王家主義が広まった、六名館時代に娘を夜会にデビューさせることはあったが、当時の日本では、男女7歳にして、席を同じうせずの考えがあり、男女が組んで踊る社交ダンスを、一般人は恥ずかしがり、また、キリスト教社会の恋愛結婚の思想が根付いておらず、上流階級ほど見合いが、 一般的であった。ピエール・ロティの江戸の舞踏会等に描かれた絵のごとく、娘は踊らず、中年ばかりが踊る奇妙な状態であった。六名館時代が終了するとともに娘を夜会にデビューさせることはほとんどなくなり、日本では現代に至るまで自由恋愛や、大学や職場のコンパなどで結婚相手を探すことが一般化し、欧米のデビュータントボールの文化は根付かなかった。ただし、 結婚式におけるウェディングドレスについては、純白のドレスと白い手袋といったようなデビュー担とのドレスコードと同じスタイルが定着している。ありがとうございます。